やべえ、俺を探しに来たのか。ダメだ、我慢できない。タンポポちゃん飲みすぎた。見つかったら殺される。ああ、ハナ、どうした？やつにやられたのか。いや、実は。言わないで。なんでしょう。他の男子に言ったでしょ。え？あのことよ。あのことって。おしっこ。え？おしっこよ。みんなに言いふらしてバカにしてたんでしょ。そんなことしてませんよ。嘘、信用できない。本当ですって。じゃあ、あんたもしなさいよ。え、何をです。ここでおしっこしなさいよ、私の目の前で。そうしたら信じてあげる。いやいや、無理ですよ。私の見たんだから、あんたも見せなさいよ。そうじゃなきゃ公平じゃないでしょ。もしやらないなら、あんたを殺して私も死ぬわ。わかりました。本当にやるんですよね。当たり前でしょ。何してんの。こっち向いてしなさいよ。え、あ、ちょ、近くないですか。あんたはもっと近かったでしょ。早く出しなさいよ。清殿。ガクト、どうした。またゴミを捨て忘れていたでござるよ。ちゅ、何話してたの。メガネにあのこと言ってたんじゃないでしょうね。あのことっておしっこの。声が大きい。すいません。本当に誰かに話したら、あんたを殺して私も死ぬから。分かってますよ、誰にも言いませんって。だったら今出しなさいよ。今は出ないですよ。じゃあ、たくさん出るようにしてあげる。何ですかこれ。ただのお茶よ、いいから飲みなさい。諦め早すぎだろ。お、清志殿、なぜステップを踏んでいるのでござる。いや、なんでもないよ。ひょっとして清志殿、心得た、小生に任せるでござる。え、清志殿が便所に行きたいと申しております。許可願います。バカ、やめろ。子供でござるな、清志殿は。恥ずかしがることはないでござる。いや、違うんです、ガクトが勘違いしただけで。許可する。我慢は体に良くないでござるぞ。お前、余計なこと言うな。許可するっつってんだよ。はい。やっぱりついてきた。さ、いいわよ。よくないですよ、出てってください。あんたがおしっこしてるところ見たら出てくわよ。ほんと勘弁してください。お嬢際が悪いわよ、出しなさい。どこに出るか。だから出せって言ってんの。無理ですよ、そこ押さないで。こんなおとなしくしてなさい。いやだ、笑ってください。暴れるな。会長、これは私、汚れちゃった。アナ、しっかりしろー。